いよ。牧師。おはようございます。今タイに旅行に来て4日目なんですけど、だんだんね、日本で食べてたご飯がちょっと恋しくなってきて、マックに行ってきました。マックとこれきつねうどん買ってきたんで、ちょっとね食べていこうかなと思っています。こっちのマックだと、あ、ぶね、こっちのマックだとなんか日本にないメニューがね結構あって、いろいろと買ってきたんで、ちょっと紹介がてらね食べていきたいと思います。よいしょ。で、一応バーガーが4つと、なんかチキン8本か、8本とポテトでございます。あ、あとなかったわ。はい、よいしょ、よいしょ。あ、そうだ、ちょっとお湯入れていきます。お湯、あ、お箸ないかも。お箸、ちょっとお箸なかったんでフォークで。あのね、もうね4日目なんですけど、なんかまあ多分高級なホテルとかだったらあると思うんですけど、まあ、そんなね高いところじゃないんで、結構アメニティとかがなくて、日傘とか全然ないんですけど、今ねもうね4日目でもうこんな感じ、こんな感じ、うんって、もうねひげも全然剃れないからね、なんかあの現地の人って感じ。じゃあ食べてこうかな。よし、とりあえずポテト、なんか XL っていうのが日本とは違ってサイズだったから、うん、うん、変わらずポテト、うん、うまい。うん、とりあえずこれから、なんかねジャパニーズなんとかみたいな、なんかまあ多分照り焼きなんだけど、豚が入ったポーク系の照り焼きポークみたいなやつ。うん、いただきます。うん、あ、うまっ。うまっ。うん、日本の照り焼きバーガーとあんま味は変わんない。ちょっと甘い系のマヨネーズが入ってうまい。うん、うん、うん、ビール、よいしょ。いや、うわ、うめえ。うん、ちょっと汁、ラーメン、うん、うまで、次がよいしょ、これなんだ、これなんかチキンクリスプみたいなことだな。これ見える、見えてる、食いにくいなこれ。うん、うまい。うん、やっぱなんかね、タイって鶏肉がうまいから、普通にあのケンタッキーとかでもやっぱうまいって聞くけど、やっぱチキンうまいな。うん、うまっ。じゃあのマックの方だけで、今日買ったのが610バーツぐらい、日本円だと多分2000円するかしないかぐらい。で、ハンバーガー4つ買って、チキンとかも買って、まあ、ポテトもセットにして、まあ、日本じゃ多分買えないよね。うん。うまい。うん。鼻水が止まらん。
で、これチキン、よいしょ、チキンはね、こんな感じ見える？あ、見えた、こんな感じ。なんか一応、普通のもあったんだけど、新商品でなんかコリアンソースみたいなのがあったから、それ買ってきました。うん、うまい。うん、ちょっとピリ辛でうまい。うん、これビール進むな。ビールなくなっちゃったな。ほい、追加のビール、よし、追加のビールでございます。うん、完食。もう一個ついでにね、あの豚骨ラーメン、これか、これこれも買ってきたんで、今お湯入れてきました。熱いな。で、これがなんだこれ、あ、なんかビーフパティになんかトマトとか挟まった、なんかデラックスオリジナルサンドみたいな、でも日本にはないやつかな、こんな感じ。うん、うん、あ、うん、うん、チーズバーガーにトマト挟んだ感じかな。うん、まあうまいけどね。うん、うん、慣れ親しんだ味って感じかな。フライドチキンに使う辛いソースだ。ここにフライドチキンソースって書いてある。ホットソースか。あとでこれちょっと使います。はい、食べよう。なんだっけな、これトマトラザニアパイって書いてあったかな。日本にはないと思うけど、あ、うまっ。ちょっと噛んだところですみませんね、これ断面。こんな感じ。これめっちゃうまい。うん、豚骨ラーメンもできました。これがバーガーのラスト。なんかね、ビッグマックのパティ2倍みたいなのがデフォメニューであって、こんな感じでパティ2枚入ってる感じ。あ、日本でも今もう夜マックでなんかバイマックみたいなパティ2倍のもあるけど、なんかそれがねデフォメニューでもう昼からあります。じゃあ多分これだけ、他のメニューないのかな。お腹いっぱいだな。うん、安定のビッグマック。うん、うまいわ。うん、うん、熱いな。このソース、
これ辛いのかな、ホットソース。色は全然辛くなさそう。なんかね、透明。うん？なんかね、辛いどころかむしろちょっと甘い。しょ、いきます。うん、うん、変わんない。うん、なんかね、辛さは増さないかな。多分だけど、もともとかかってるソースと同じだから、より甘辛くなる感じ。こっちの方がお酒に合うかな。うまい。ポテトめっちゃあるな。まあめっちゃあるな。これケチャップ？あ、カメラ越しわかんないけど、ちょっとね、色が薄い。うん、ケチャップだけど薄い。日本のものに全然薄いわ。うん、うまい。追加で。うん、うん、はい、ごちそうさまです。いやー、マック美味しいわ。とりあえずなんか今日入れて、あと2日、今日入れてあと2日しかタイいらんないんで、もうちょっとね、タイ料理とかタイの文化とか楽しんでいきたいと思います。多分この動画の後も 1,2 本ぐらいね、タイの動画出ると思うんですけど、そちらもお楽しみください。もしお時間あれば動画の高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お腹いっぱい、ごちそうでした。